よっしゃ、ゲームやっていきたいと思う。ライスゲームズのライスです。今回はね、1回からやっていくんですが、今回からね、ちゃんとね、ちょっと決めようかなと。もう何々編みたいなで、今回はね、第6回か、うん、6回だな。6回までに、満腹度200、そして、なんだっけ、満腹度200の、保存の壺1個、巨大なおにぎり1個みたいな、そんな感じ。あ、いた、1個じゃねえ、3つ。まあそれをね、目標として。でレベルはね、別にいらないかなと思っております。まあ、とどがりをしようかなと思っているので、まあレベルは11か12は、まあ、これもう上いっちゃおう、11ぐらいかな。まあ普通に行ってればいいんだけど、いやークリアできるところいっぱいあったんだけどなと思って、まあいろいろね、ちょっと調べたんですよ。 YouTube 見て、攻略サイト見て、あーってなってたら、うん、めっちゃあれですね、もうこのゲーム難しくはないんですよ全然難しくはないんですけど、あ、いた、おい、やばい、さっき辛いカレー食べたからめっちゃ咳や、やばいな。自分で作ったカレーだけどな。あ、辛い。もうね、すごい簡単なんですよ。簡単なんだけど時間のかかるね、まあミッションというか、もうなんというかゲームとね、なっておりますよ。マジで99回ってね、運ゲーじゃないんですよ。もう完全にもう時間をかけてアイテムを集めまくっても、保存の壺が15個ぐらいいるみたいな。みたいな。ありえねえだろバカ野郎と思って。で、保存の壺いっぱい集めて、さらに、あれですよ、死神の肉をめっちゃ肉詰めして、まあ何個かな、全部で30個ぐらいは死神の肉欲しいんですよ。40個あったら超楽勝。40個は無理だろう。40個は無理だからさ、なんとかならんかな。アイテムがいっぱいいるんだよ。アイテムがいっぱいいるから、とどがりをね、本格的にしないと。チビタンクを使ってね。で、飛びピータンが、おにぎりを落とすからね。そいつを欲しい。飛びピータンじゃねえな。逃げピータンか。飛びピータンはね、一個ね、肉欲しいところだ。おお、来た。で、敵から落ちる杖は絶対にブフなんですよね。うん、知らなかった。全然知らなかった。絶対ブフ。で、武風の杖も何個ぐらい、10本ぐらいかな、それぐらいは。ああ、ミスだ。欲しいなと。うん、何もないな。よし、行くか。いや、荒い操作が多くて、まあ、結構死んじゃったけど。6回まで行って、めっちゃ稼ぐ。満腹度とね、アイテムが。お、いいね、盾。盾はかなり重視。おお、来た、これ。うわー、ダメ。下行っちゃうか。下行って。とりあえず6回まで行きたいんだよな、ささっと。あー、これレベル上げしようか。あ、いや。はい。お、いいね。で、このガマゴンを倒して、で、前回確かね、肉持ってたんだけど、ずっと使わずにいたんだけど、こいつの肉はね、レベル上げに使えるから、もし、ね、肉落とした場合はどんどん肉に変えてレベル上げた方がいいというね。全然知らないです。
お、北に行く。いいね。で、ここでちょっとレベル上げるか、そしたら。こいつを倒して。で、鬼面武者の肉めっちゃ強いみたいなこと言うよ。ただの回復アイテムでしたね。よし。ガマゴーン。ガマゴーンドンクデイ。ガマゴーン。これで、経験値稼ぎができると。全然しな。あ、出なんだか。まあ、しょうがないや。で、鬼面武者の肉は、まあ、ほんと、そんなにいらないというね。いらないのかいと思ったけど。やっぱ死神の肉はやっぱ強すぎて、もう必要ないという感じでね。はい、ピータンね。オッケー。あ、なに？どうしようかな。大きなおにぎりが、大きなおにぎり。食って食べるか。邪魔だよ。よし、レベル14だからもう行っていいんだけどな。行こうか、行くか。行っちゃいっちゃい。おいおい、まあ、ピータンを、お、ピータン、まあ、ピータンの肉があれば、まあ、ブフを使いまくっておにぎりをずっと回収っていうこともできるんですよね。で、木の弓は結局、鉄の弓になるからいらないというね。よーし、行くぜー。ちゃっちゃと行くぜー。はんにゃ。よし。あ、お金拾っとってよかったかな。もう、ガマラ上げすることはないから。ここ来たよ。来た、6階。ここで、もう回収しまくるというね。とりあえず食べて。よし、どこへ。ここでもう本当にね、もうマックスにさせるから、ね、200に入った。こうやって人に連れてきて、あ、お前じゃない。ここ強い敵あんまり出ないんで、よいしょ。何何こいつ、変な動きしやがって。よし。はあ！オッケー。この踊るね、状態になれば、とりあえずガッシュで死ぬことはまずないからな。どこだ？あ、ピータンか。おにぎり親方か。親方弱いんだよな。おお。この丸っぽいのもね、意外と攻撃高いからね。よし、オッケー。よーし、俺は腹減りを使うぜ。この状態になればね、ほんとレベルっていうか、まずほんと食料で困ることがないからな。さて、あとは鬼面武者を待つだけだ。で、大体ね、迷路があるところはね、迷路のところに敵が集まりやすいんだよね。親方か。こいつは放置して。あ、どこまで行くんや。ついてくんなよ。あっこ迷路絶対にはまるパターンのやつやな。よしよし、鬼面武者を連れてーっと、あれ、いないじゃないか。鬼面武者を連れて、あ、ピータン、逃げピータン、あ、逃げピータンが欲しいんだよな。逃げピータン一匹欲しいんだよな。したらもう永遠とおにぎりが取れるような状態になるけどな。武風の杖があれば全然敵いねえじゃねえかよ。おい、回る回る、ポリゴン見た。あ、もういいや。雑でいいや。ここら辺は雑で。あ、痛い痛い痛い。こんなこと、低階層でしたらもう、絶対に死ぬわ。はい、はい。あ、これあれだな。めんどくさいやつやな。倒しちゃおうか。さあ、あ、ガマグチになった。とりあえず放置しとけばガマグチか、まあ、トビピータンにしかならないから。
とりあえずこれで、こっから、とりあえず満腹度を200、そして保存の壺、保存の壺は無理かな。とりあえずおにぎり確保まで行きたいと思います。で、一応ね、ここで切って、次回はね、次回は、トド狩りをね、やろうかと思いますので、そのつもりで行きたいと思います。次回、トド狩り編。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。